じゃあ始めます。いよいよ、最後の、最後のセッションというかな、です。それで、私のところは、EPG という装置の話をするんですけども、あんまり実習とかは、これは、一人一人、装置を、作らなきゃいけない。センサーを作らなきゃいけないので、残念ながら経験してもらうことはできませんが、最後の時間があれば、我々の研究グループの中の私も含めて何人かの人間のセンサーは作ってありますので、それを見ていただくことはできると思います。EPG ってのはイレクトリックパラトグラフなんですけども、そのパラトグラフィーというものはそもそも何かというとこういうことで、下の表面と光外面の一部がどういうふうに接触しているかということを記録する装置です。そういう技術ですね。それで、精度の、普通精度は、リアルタイム MRI の DB もそうですけども、みんな、正中、糸状断面、こう切った断面ばっかりの情報なんで、音声学の教科書ってほとんどそれしか書いてないんですよね。だけど、その冠状断面、こう切ったものね、の断面の情報っていうのも、やっぱり必要になる時があるわけです。先ほどなんかちょっと議論、なんだっけ、午前中の、誰のとこだっけ。溝口さんの時か。なんかそういう議論ありましたね。その実例をちょっと目にかけましょう。どういう時に必要になるか。今見ていただいているのは、これは 3D のリアルタイムじゃない、3D で幅3ミリずつぐらいにスライスした MRI の画像です。それで、左側が、右側がいいですね。それで、こっちは正中糸状面が出ているわけです。で、この赤い線で切ってあるところの、冠状断面がこっち側に出ています。この面でスパッと切ったときに横にこう見えますよ。で、これはまあ、MRI からいきなりこういう情報が出てくるわけじゃなくて、それぞれの糸状断面を作ってて、それを横につなげて、ああいう情報を作ってるわけです。で、見ていただくと、あの時の左側の冠状断面と胃の時の冠状断面って全然格好違うでしょ。つまり胃の時っていうのは、両側が盛り上がってこういうふうに口外に接触してるんですよね。それで真ん中がえぐれてる。あの時は別にそういうことがない。全然実は格好違うんです。で、これは普通の音声学の教科書は、まあ、これ事実はみんな、本当はプロのプロフレンチさんはみんな知ってることなんだけども、教科書には不思議なことに書いてない。あんまり書いてない。書いてあるいい教科書もありますけど、ということです。で、上と下見てると、まあ、人を問わず一応こういう違いが見られるという話です。死因の場合も実はあり、実は、冠状断面の情報ってかなり重要で、これは、あと、さと、しと、ひと、たを比較しています。で、この中で似ているのは、さとたは似てるんですけども、さとしとひは違うでしょ。さっていうのはやっぱり両側が持ち上がっていて、真ん中が下がっている。あ、これはちなみにこの、なんていうか、肩甲外のあたりで切っています。どこで切るかでもちろん格好全然違うんですけども、まあ、S とか T の場合はこんな感じなんですけども、C の場合は、この位置で見ると、真ん中があんまりえぐれてないわけですね。で、比で見ると、さらにえぐれてない。で、これを普通音声学の教科書ってのは、長音位置の違いとして、こう、前後方向の違いとして記述してるわけですよね。だけど、おそらくそれだけではダメで、その口外の情報、口外と下がどういうふうに接触してて、どこに空気の通路があって、それがどれぐらい広いかとか。いうような情報は実は非常に重要なわけです。まあ、こういうものを、これは MRI で見てるわけですけども、L 一助としてパラトグラフィーっていうものが、これは昔から使われています。で、今ここに書いてあるように、いつから使われてるのか私よく知らないんですけども、多分、私が知る限り1940年代に有名なパースという言語学者が、彼はインドの言語をいろいろ研究してたんですけど、その中でパラトグラフを使っています。で、多分もっと前からあったんだろうと思います。ちょっとそこ、まだ詳しく、一番古いのが何かっていうのは調べられずにいます。で、その時代の、パラトグラフィーとしては、まあ、2種類
あると言われていて、ダイレクトパラトグラフィーっていうのとインダイレクトっていうのです。ダイレクトっていうのは、この時代は当然まだ電気的なセンサーとかありませんから、口の中にパウダーを塗る、あるいはなんかチョコレートを混ぜた溶けたチョコレートみたいなのをペロッと振って、で例えば S の音を発音してくださいってサッて発音して、それ取れますよね、接触したところが。でそれを、撮影する、写真に撮るとか、絵に描くとか、そういう形でデータを取っていたものです。でダイレクトとインダイレクトの違いといったら、ダイレクトったら人間の口外にそのまま例えばその粉末をつける。インダイレクトは当時から歯科医師の技術はありますから、人工口外みたいなのをカバッとはめてそこにつける、その違いです。で今お見せしているのは有名なピーター・ラーディ・フォギットが非常に若い頃に、彼の初期のあれですけども、Use of Paratography という論文を書いています。でこれはダイレクトの口外に直接、人間の人体に直接塗る場合の同じ K のシーンで後ろの母音がイかウかで上音位置が違いますよっていうようなことをやってて、でそれをああいう形で右側に出てるような形で写真に撮ったのがこれですよという、そういう昔の研究です。でこれは当然ステーティックですから、連続音声の記録はできないわけです。1回ペットやったらそれでおしまい、1回だけ接触してるっていうのが全部、例えば何2つシーンを含むような発話をしちゃうともうダメなんですね。どっちがどっちか分かんなくなってしまう。で、限界がそういうことですね。で、こういう形で当然音声との同期とかも取れないということです。で、じゃあちゃんと時間軸に沿って変化するデータを取りたいですねっていうことになって、ダイナミックパラトグラフィーというものが生まれてきます。で、現在 EPG、エレクトリックパラトグラフィーと言われることが多いんですけども、名前としてはダイナミックプラトグラフィーの方が本質を表していると私は思います。が、一般には EPG と言われることが多いです。で時間の変化を知るということです。それからその超音波断層撮像でもこうセンサー、プローブの向きを変えれば、取れるわけですけれども、超音波の場合は舌の表面は、工夫すればきれいに見えるわけですけども、口外との接触というのがなかなか難しくて見えない。でその意味ではやっぱり両方一長一短あるわけですね。で接触という点でいうと、こうやっぱり EPG、DPG に一日の長があるかと思います。でちょっと余計なことを最後に書いたんですけど、このダイナミックパラトグラフィーってのは実はこれ日本で開発されたものです。で1960年代に開発されたんですけども、なぜかなんかそのことを書かないイギリス人が多くて、私はちょっと怒ってるんですけど、それは余計な話ですが、知っといてください皆さん、せっかく日本にいるわけですから。はい、それでその日本で最初に開発されたパラトグラフィーがあって、それは商品化されました。リオン、今でもある補聴器のリオンですね、あそこが開発して、こういう人工口外を口の中に入れて、それがここの接触パターンとして出てくるというものです。で、これはそこに書いてあるようにセンサー数は64個のものです。でその64個がどういうふうに、配置されているかっていうのを書いたのがこの図で、でこれは今もこれ使われてるんだろうと思いますけども、レディング大学の、人たちが開発したもので、それのセンサーの配置です。センサーの数自体はそんなに変わらない。ちょっと多いぐらいかな。配置がちょっと違いますね。はい、それで、どういうふうにデータが取れるかっていうと、例えばこれだったら英語のバークっていうのとミルクっていうのの、こう時間の変化ごとに、接触したところはこのゼロみたいになってて、そうでないときはこのドットみたいな形で時間変化を評価しているわけです。そうすると、これは、L の音を比較してるんでしょうね。で、こっち側がバークで、こっち側がメイクなんだけども、全然違うんですよね、やっぱりね。そういうふうに前後の音の環境で違う、こういうことが、接触パターンが違うということが分かってくるというような話です。でこれは時間変化をただ時間に沿って生データを見てるだけなんですけども、もう少し
分析的なことをやると、あのそれぞれのところでどれぐらいくっついたかっていうのを、まあ、このパターンの差で表しているものですね。これは、T と D の比較と、その TD と KG、それから、ここだと後ろが赤以下というような、比較をやっていて、その影響を見ているというようなことです。あの出ている数字はこれ多分パーセントだろうと思います。すべてのフレームの中で何回接触しているかというようなことです。それから、同じようなことなんですけど、接触頻度をまあ数字パーセントの数字で表したり、あのこういうなんていうのコントワーマップみたいなやつで表すというようなテクニックもあります。で、今日ちょっとこれから紹介しようというシステムは、あのこのレディング大学のシステムではなくて、あのアメリカにあるコンプリートスピーチというあの最近できた会社だと思いますけども、あのそこの作っているスマートパレットシステムというものを去年買いまして、それのシステムを使ったデータをお見せします。で、ここの URL にあのこのシステムの宣伝ビデオがありますので、まあ後で暇な時に見てください。英語です。で、特徴としてはあのセンサー数が多い、124個ありますので、理論システムのほぼ倍ぐらいあります。それだけ密に情報が取れるということです。それから後でお見せしますけども、あの外側までセンサー群がひょっと出ていて、あの唇が接触したパターンを取れることになっています。ただこれちょっとなかなか難しくて、うまく取れるときと取れないときがあります。だから PC と Mac で稼働します。で、価格はこんなもんで、今去年に比べてえらく今円が安くなって、だいぶ高くなりましたけども、この価格はこれ私が交渉して買った価格で、人工光害15名分センサーを15名分作る費用を入れてこれぐらいでした。はい。それで、その124個のセンサーがこういう感じで配置されています。かなり密ですね、先ほどのリオンのものに比べるとね。で、ここに浮いているのが、これが両親の接触を知るためのシステムです。実際、外側にこうセンサーがヒュッと出てるんですね。で、この後データを処理するんですけども、した結果をお目にかけるんですけども、ちょっと余談をしておくと、この接触した、接触しないっていうパターンがあって、でその接触したところは1、接触しないところは0みたいなデータを外に書き出すことができます。CSV ファイルで書き出すことができます。そうすると、あの巨大なあの Excel のシートみたいなものが出来上がるわけですけども、それに1番から124番までセンサーの番号がついている。ところが、会社から提供される情報にはどれが1番でどれが124番があったら書いてないんですね。で、それ決めなきゃいけない。ちょっといろいろ事情があって、本当はそういうソフトウェア提供してほしいんだけど、何のソフトウェアもないんですよ。それで、自分でやんなきゃいけないんで、私それを頑張ってやったんですね。そうするとこういう番号、あのここら辺は 1,2,3,4,5 っていいんですけども、なんか例えば77の次がいきなり80になるとかね、それから何 78から79に行ってその隣は109とか、ここら辺に49、50ときて、ここが100とか、まあ、むちゃくちゃなんです、ね。これ多分作っていく順番で番号がついてるんだろうと思います。なんかの意味はあると思うんですけども、で、結局これが正解らしいんですけども、私自力で発見したわけじゃなくて、あの木村さんという方たちが書かれた論文にこれが書いてありました。で、この通りやってみると非常に確かにその通りだなという結果が出るので、それを信用して以降のデータ処理を進めています。はい、で、ちょっとデモをどういうデータが取れるかというのをお見せしたいと思います。これはすでにある、被験者の人の取ったものの音をこれから再生します。で、それに合わせてパターンが見えます。あの下の波形に合わせて音が出てるというのは分かると思います。こういう形でデータが取れる。1秒間に100回サンプリングをしています。
それで、今デモが終わりました。それで、さっきみたいなの見ててもよくわからないと思いますので、ちょっと即席でソフトウェアを作りまして、お見せしようと思います。それで何を論じるかっていうと、日本語の D と R の違いですね。で、私最近日本語の R の話してるんですけど、その関係で D との関係をちょっとやっと見ておきたいということです。で、服部さんの有名な音声学の教科書とか川上先生のやつとかに見ると、日本語の R って弾け音だけども、その語頭では実際上 D と同じだみたいなことがよく書いてあるんですよね。で、確かにそうだけど、でも D と R って区別できるわけですね。語頭でもいくらでも。それな、一体なんで区別できるんだと。ただし、方言によってはかなり混同するとこもあると。なんか近いことは間違いないということです。それで、まあ、EPG でちょっと見てみましょうと。まあ、実は MRI のデータでおよそ見当はついてたんですけども、それを見てみましたということです。それでスナップショットでご覧に入れます。で、これ分かりますか？さっきの124個の配列の、接触しているとこは濃いオレンジ色になっていて、接触してないとこは薄くなっている、そういうデータです。で、ドンの D がドジの D、五等ですね。で、こっち側が連勝の R と歴の R で五等の R です。で、これ見ると、まあすぐ分かるんですけども、D ってのは歯から歯茎に関してベタッと接触してるんです。で、R はもうちょっと後ろと。だから、まあ音声学の言葉使うと、デンティアルビオラー対アルビオラーだろうのじゃないかということです。だから、実はもう一つ重要な、これは EPG でないとわからないのがあるんですけども、タンエンブレーシングとか、タンブレーシングとか言われる現象があって、要するに先ほどアとイで違って、イの時こう両脇が持ち上がってるってなったでしょ。あれのことを、多分ブレーシングっていうのが一番普通だと思うんですけど、タンブレーシングっていうんですよね。で、それが全然違っていて、D の時はかなりはっきり横が接触してる。それに対して R は弱いんですよね。で、それを、これは五等ですけども、五中で見るとどうなるかっていうと、五中もまた劇的に変わるんですけども、R はほとんど消えてしまいます。で、D は弱くなって残ってる。で、このデンティアルビオラーとアルビオラーっていう対立はそのまま残っているというのがあれです。下電、感電、下乱、感電という、そういう五等と五中の対立です。だから、レンティアルビオラーかアルビオラーかってのは正中子上面の情報である程度わかるわけですけども、このブレーシングの情報は全然わかんないんですよね。で、多分これかなり、重要な情報じゃないかと私は思っています。先ほど言ったように、その D が R に変化する傾向、っていうのは、まあ、特に五中でよく変化すると言われているんですけども、まあ、そういったのの、エンブレーシングが弱くなってしまう。ブレーシングが弱くなってしまうと、D と R の区別が五中ではより小さくなってしまうとかね。それから、まあ、あとお分かりでしょうけど、R と L が日本語では時々混じって、いろいろ出たり出なかったりっていうことがよく、まあそういう現象面はいろいろ言われてるんですけども、なんでそうなるのかっていうのは、実はあんまりきちんと説明した人はいないんですけども、まあ言うまでもなく、そのエンブレーシングが弱くなってくると、横に空気が通りやすくなってくるということはありますので、まあそういったことも多分関係してるだろうと。今そういう理論を作ってるところです、私は。はい。それで、今のはスナップショットで見ました。で、今度は、それぞれのもう試験的に取ったデータなんでそんなに大きくはないんですけども、何回か繰り返して5中5等のデータが取れてますので、それを計算して、そのサンプル数で割って総接触、それぞれの124個のセンサーの何回点灯したかっていうのを、サンプル数で割って、で平均的な接触率というのをカラーマップで表示したのがこれのデータです。で、これは、上がイニシャル、下がミディアルで、左が D で、右が R と。で、これ先ほど言ったパターンがもうそのまま現れてるでしょう。D の時はデンティアルビオラーで、R の時はアルビオラーだと。それから、イニシャルの時は横がしっかりくっついてるんだけども、ミディアルの時は D も R も横が弱くなって、で、R はほとんど消えてしまうというパターンが平均パターンでも、先ほどの一個一個で見えたパターンが当然ですけども平均。
あの語数を 何語かを平均してもこうなってしまうということです。で、まあ、これはあくまでサンプルで、今後あのもっとたくさんデータを取っていって、できればあんまり個人差がなくて、これがずっと見えれば、また論文が1本書けるなと思っております。でまとめですけども、こういう EPG とか DPG と言われるような、EPG とか DPG はやっぱりあの正中子状面に関する情報をもたらしてくれるリアルタイム MRI とか EMA とかをあの保管する情報、まあ、ここで今日ので言うとそのブレーシングの問題ですね、それなんかを提供してくれます。他にも多分もっといろいろ提供してくれると思いますので、まあ、貴重な情報源だということです。ただ残念ながらリアルタイム MRI と同時に記録するということは、これは MRI の安全性のある関係からできません。一応金属を使っているので。で超音波はどうなんでしょうね、これまだ我々試してないんですけど、これやった状態で超音波っていうのはなんかできそうな気がします。できるとかなり嬉しいですよね。正中面の情報とあれと両方取れますから。はい。それから費用はリアルタイムもほどはかからないですけども、被験者の数だけ人工光害を作らなきゃいけないので、時間もお金もちょっとかかります。で、先ほどから繰り返し言ってるようにデータ処理プログラムが見返す、これはあの多分ちゃんとしたあの処理プログラムと一緒に出てがついてくるシステムもあるんだと思います。私ちょっとあのよく知らないんですけども、世界各地でいくつかこれ開発されていまして、中にはきちんとしたものがあるだろうと思います。ということですね。それで、今回人工光害の作成のためには、あの立川市にあります森谷歯科医院の森谷先生、健一先生に、いろいろお力添えをいただきました。ということで感謝の言葉を添えておきたいと思います。でこれは文献です。先ほど言ったその日本でっていうのは、この柴田さんの1968年の論文が、まあ、圧倒的に早い時期に開発されています。それからあの D と R の話なんかはあの須藤さん、順天堂大学に今おられる須藤さんたちが83年の時期に、あの今日の結論とはちょっと違いますけども、でも基本的には同じような観察をすでに報告しておられます。その他いろいろあります。あのうちの国立国語研究所でも90年に実はあの被験者1名だけなんですけども、こういうかなりタイプのデータが出版されております。